今回の動画の記事は概要欄にありますのでチェックしてみてください。 Hey guys! This is Melissa from Okinawa. 皆さんこんにちは、メリサです。今日はビジネス英語向けのおすすめのオンライン英会話を紹介していきたいと思います。まずビジネス英語と普通の英語って何が違うかっていうと、基本的な文法っていうのは変わらないんですけど、日常会話では砕けた表現だったり口語の表現を主に学ぶんですけど、ビジネス英語ではメールの英語だったりプロフェッショナルな英語、丁寧な英語っていうのを学ぶことができます。ビジネス向けの英会話の特徴は3つあります。1つ目は実務的な英語表現を学ぶことができます。プレゼンで使う英語、ミーティング、交渉で使う英語など、こういうのは実際のビジネスのシーンで必要になる力なので、ビジネス向けのカリキュラムの中で学ぶことができます。2つ目は、英語の講師自身が実務経験者です。普通の英会話なら、英語を話せる人、あるいは日常英会話を指導できる人で大丈夫なんですけど、ビジネス英語の場合は、実務経験がある講師が教えるときに実際のエピソードまで学ぶことができたり、ビジネスにおける文化の違いも一緒に学ぶことができます。3つ目は国際的なビジネス場面でのノウハウを学ぶことができます。講師が実務経験者なので、英語自体だけじゃなくて国際ビジネスで必要になるニュアンスの違いとかマナーとか、そういうものも一緒に学ぶことができるのがビジネス向けの英会話になります。ビジネス向けの英会話には2種類あります。一つはレッスン形式、もう一つはコーチング形式の英会話です。レッスン形式の英会話はレッスンのみになります。レッスンのみの英会話のメリットは月額費用が抑えられること、多様な講師と話すことができること、また好きなペースで学ぶことができます。レッスン形式の弱みは目標到達できるかどうかは自分次第になります。月額の費用を払っていきながらカリキュラムを進めていく形になると思うんですけど、決まった期間っていうのがないので、自分の努力次第で目標に到達できるかっていうところが変わってきます。レッスン形式の英会話は費用を抑えたい人、自分のペースで学習したい人におすすめです。もう一つはコーチング形式、こちらはレッスンだけじゃなくて学習指導、毎日のチャットやメールでの問い合わせのサポート、またカウンセリングや能力テストっていうものもついてきます。コーチング形式のメリットは短期集中、短期で終わる、もう終わりが決まってるんですよね。またスキルアップ保証がついている英会話が多いです。この点数まで保証しますっていうものが多いです。またオーダーメイド、一人一人に合ったカリキュラムを作ってくれます。そしてカウンセリングもついていて、自分に合った学習方法やスケジュールっていうのが何なのかっていうのもカウンセリングで指導してくれます。コーチングの弱みは値段が高いっていうところです。どのような人におすすめかというと、早く成果を出したい人、また自分一人だと英語学習の継続が難しい人、このような方にはコーチングがおすすめです。では早速おすすめのビジネス向けの英会話を紹介していきます。まずはレッスン形式の英会話、一つ目はベルリッツ、こちらは月額2万4000円からで、週1回のレッスンが40分になります。別途入学金や教材費がついてきます。ベルリッツの特徴は講師全員が実務経験者です。またオンラインと通学型の併用が可能です。また講師はネイティブやネイティブレベルの多国籍の講師が在籍しています。次にビズメイツ、ビズメイツは月額が1万3200円から、毎日ワンレッスン25分から受けることができます。ビズメイツの特徴は講師全員が実務経験者ということと、受講時間が朝の5時から
夜中の1時まで可能です。また5分前までの予約、また30分前までのキャンセルも可能になります。こちらの講師は全員フィリピン人になっています。次にレアジョブ英会話、こちらのビジネスコースだと月額1万780円から受けることができます。毎日ワンレッスン25分から受けることができます。特徴は講師全体のトップ10、トップ 10% に入る講師が担当します。また4技能を学ぶことができます。英会話、会話することだけじゃなくてリスニング、スピーキング、リーディング、ライティング、このすべての技能を指導してもらえるのがレアジョブの特徴です。次に産経オンライン英会話プラス、こちらは月額が6380円から毎日ワンレッスン25分受けることができます。産経オンラインの特徴は月額費用を抑えられること、また産経は新聞も出しているのでビジネスやニュースの教材が豊富です。ここまではレッスン形式のおすすめのビジネスの英会話だったんですけど、次はコーチング型の英会話を紹介していきます。まずロゼッタストーンのビジネス英会話コース、こちらは料金が33万9680円になります。これは4ヶ月分の費用になります。入会金が別途33,000円、そして教材費もかかってきます。ロゼッタストーンの特徴は日本語が話せるネイティブ講師が担当します。また定期的な日本人によるカウンセリングを受けることができます。また40回のレッスン、1回50分のレッスンが40回入っているカリキュラムになります。次にイングリード、こちらは料金が11万になります。これは1ヶ月分です。別途入学金が5万5000円かかります。こちらもコーチング型のレッスンではあるんですけど、月額制なので自分が辞めたい時に辞められるコーチングのレッスンになります。特徴は自分で受講期間を設定できること、また完全にオンラインで受けることができます。月8回のレッスン、1回25分のレッスンが月8回入ってます。また学習管理アプリがついていたり、月1回のバーサントの試験を受験することができます。バーサントの試験っていうのはスピーキングのレベルを測ってくれる AI が測ってくれる試験になります。また他にも LINE で毎日学習サポートを受けることができて、週1回のカウンセリングも含まれています。次に Rise Up English、 こちらは料金が43万7800円からになります。でこちらは16回、約2ヶ月ぐらいのコースがこの値段になります。入会金が別途5万5000円、また教材費もかかってきます。特徴は週2回の専属講師によるカウンセリングのレッスンを受けることができます。1回50分のレッスンを週2回受けることになります。またネイティブ講師の英会話レッスンが受け放題です。他にもメールで学習サポートを毎日受けることができて、営業時間がとても長くて朝の7時から夜の11時まで空いています。次にプログリッドのビジネス英会話コース、こちらは料金が54万4500円からになって、これは3ヶ月分の値段になります。入会金は5万5000円です。プログリッドの特徴は毎日シャドーイングの添削を受けることができます。またチャットでの学習サポートや学習管理アプリもついてきます。バーサントの受験も2回ついています。これはビフォーアフターなので、レッスンを開始した頃と3ヶ月後の最後に受ける形になります。オンラインだけではなくて実習室を使うこともできて、また週1回のカウンセリングが入っています。プログリッドには英会話レッスンは含まれていません。最後に紹介するのはトライズのビジネス上級英語コース、料金は61万4900円からで、これは3ヶ月分の値段になります。別途入会金が5万5000円かかります。トライズの特徴はまず英語上級者向けになります。ネイティブレベルのスムーズさを目指したい方のためのコースになっています。またトレーナーは日本人だけじゃなくてネイティブのトレーナーが在籍しています。トライズのコースでは発音や
流暢さを強化することができます。他にもメールで週5日間の学習サポートや週3回の英会話レッスン、1回25分のレッスンを受けることができます。またフリートークやグループレッスン、1回50分のレッスンの場合は受け放題になります。他にカウンセリングが1回とバーさんとの受験が月1回含まれています。今日はビジネス向けのおすすめのオンライン英会話を見てきました。ビジネス英語では実務で使える英語を学ぶことができるので、この2つの種類、レッスン形式あるいはコーチング型、自分の目的に合うものを選んでビジネス英語の強化をしてみてください。 OK guys, see you next time!